明日だ。わかった。命大事にしろよ。何しとるか。うち西条高校受かったぞね。兄ちゃんの仕送りのおかげや。ほうか。ごめんな、兄ちゃん働かしてうちだけ。でもうちしっかり勉強して東京の大学に入ったる。あ、おかんと変わるわ。ちょっと待って。ほえって変わらんで。すいません。皆川さん、うん、昔会ったことが。おうおうおお、あん時のな。失礼します。兄ちゃん。四国から出てきたばかりの時でした。ようやってくれたな。せやけど次の一発でこの皆川の玉取らなんだらお前ら死ぬことになるで。どないした、撃たんかい。あの時の目が忘れられません。おお、そんなことがあったかいの。自分はもう十分いただきました。お兄ちゃん、無駄に死んだらつまらんよ。必ず見つけ出しますよ。手に頭。何やかくさん、
渡しに来たぜ。これは一代の風雲児浦上龍二率いる天竜海軍団の血で血を洗う果てしなき抗争の物語である。彼らは何のために生き、何のために戦ったのだろうか。その明確な答えはない。ただ言えることは、彼らの生き様は決して虚構の世界のものではないということである。アヒコ、しっかり勉強するんだぞ。龍二、大阪行ったらみんなと仲良して一生懸命働きや。分かってるよ。一日も早く楽させてやるから。母ちゃんもアヒコも達者でな。こんな時に親泣かすようなこと言うて、なんちゅうこと。兄ちゃん、この頃高度経済成長の途上にあるとはいえ、高校進学もままならぬ家庭も多く、中卒者は単純作業を求める企業から金の卵と呼ばれ、引く手あまたの存在であった。日本各地の金の卵たちは貧しさからの脱出を求め、ふるさとを離れ続々と都会へと集団就職に向かったのである。諸君はこの後2ヶ月の研修の後、それぞれの担当業務で働いてもらうことになります。当社の新社員寮は現在、北河内の四条縄手で建設中です。それまでは諸君はこの先の研修所で生活してもらうことになります。お互い仲よう励まし合うて共同生活してくれるようよろしくお願いします。諸君らの直接上司にあたる酒井と向井です。よろしくお願いします。酒井ですよ。よろしくお願いします。杉村と秋月、お前と同じ西条出身やろ。なしてあんまり話してんのや。二人ともええやっちゃうぞ。仲をやろうや。俺は別に。よっしゃ。おい、お
前ら浦上知ってる言うとったろ。知ってるも何も。西条で大人中の浦上言うたらえらい有名やったんや。うちの中学で悪しとった中がっちゅうの呼び出していてこましよった。ほんま。その時なわしら二人おってんや。でその中ががあっさり叩きのめされてわびれたんや。わしら恐ろしいって震えとったぞね。今は優しい顔してるけれども、あん時の浦上の目光っとったね。な、そうや。今でも忘れへんわ。おっかお前ら、人を鬼か蛇みたいに言うな。ええか、今一緒に働いてる仲間やろが。そうやろ浦上。ああ。おうか。浦上、お前は最初の悪しきっとったんかい。まあ悪は悪同士仲ようやれ。いや、そうなのか。せやけどな、わし一つだけ気になんねん。なんでお前関東弁やの。俺の親父は東京生まれでいつも言ってたんだ。田舎者が都会出るとバカにされる。だから言葉には気をつけろってな。ついその癖が。おうか。それで関東弁か。まあ時々字が出るけどな。ええか田島や。おう田島、うん、すまんな。ほら、あの島根から来た野中ってやつおったやろ。あいつな、うちに帰りたい言うて泣いとるそうや。どうして。ほら、なんちゅうんだ、ホームシックってやっちゃ。男でもそんなもんにかかるのか。そんなん2、3発なかったやろし。おっか、わかった、見に行くわ。いい加減にさらせよ、この子は。帰りたい、今すぐ帰りたい。お母ちゃん、僕帰りたい。お母ちゃん、泣くんやったらな、表で泣けや。出てけや、よいかんか。なんやろな、海。すまん、辛抱してくれな、吉川。大丈夫か。ここにいるみんな一緒だ。ここで働いていい生活をしたい。少しでも里へ仕送りして親父やおふくろを助けてやりたい。そう思うから踏ん張ってここにいるんじゃねえか。わかるだろ。それでもここにいるのが辛いって言うなら、里へ帰ってそこで家を助ける手立てを考えるんだ。それも親孝行だからな。その答えは、泣いたからって誰も助けちゃくれねえ。自分で出すしかねえ。今夜一晩じっくり考えて明日の朝までに答えを出すんだ。それが男じゃねえのか。なあ田島。うん。ある意味じゃあの野中が羨ましいと思わねえか。羨ましい。それは確かに。あいつは父離れも済んでねえようなまったれだが、あれだけ帰りたい家があるっていうことは、俺やお前には到底想像もできねえぐらい恵まれた中で育ってきたんじゃねえかな。俺らがどんなに手を伸ばしても届かねえような。そうかもしれんな。なんとのわしにも分かるような気がするわ。俺もお前も貧乏という疫病神から必死に逃げてきたんだもんな。せやな。さて、
いダンスなよ。元気出しや。この間の会話いらずに先生するの。そんないこと言ったらまた舞台が泣きよるね。後年、この野中武と龍二が思いもよらぬ再会をするとは、この時二人は知る由もなかった。わしの田舎とは大違いやで。そんなに田舎ないや、田島のふるさと。お前な、バカにしとんか、おこら。やめようや、な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 。そんなことよりも、腹減る。この先にうまい店あんねや。まか？ほんま、ほんま。よっしゃ、そこでガンガン食おうか。お前のおごりやぞ。秋月のおごり。それ勘弁してくれや。いらっしゃい。何にします？定食。はい、定食一つ。おお。いや、いらっしゃい。ここへか。秀才もここで食うのか。なら俺も少しは頭が良くなるかもしれねえな。島野さん、いつものでいい？なんだ、お前ここの顔だったのか。島野さん、定時制の高校受験するんです。だからいっぱい食べて仕事も勉強もどんどんしてもらいたくて。そっか。なら島野、お前彼女の分も頑張らねえとな。だけど浦上君も城南工業高校を受験するんやろ。うん、そのつもりだ。全然受験勉強してないみたいやけど自信あるの？あるわけねえだろ。定時制でも城南工業は難しいらしいよ。まあ運が良かったらなんとかなるだろうと思ってんだけどな。羨ましいな。僕もそんなにのんびり構えられたら楽なんやけどな。まあお互い頑張ろうぜ。あ、お待たせしました。何をかんだん？もちろん島野さんが城南工業に合格しますように。大きに。島野さんの願い事は？合格して。合格して？島野さん、合格して、そのきちんとその学生として純ちゃんと。ありがとう。でも島野さん、今は受験のことだけ考えてた方がいいわ。私も一生懸命応援する。大きに。店帰らんと都合悪いやろ。え？これ木？大きに。ほなら僕先行くわ。お、どうだった？風邪で熱あったんだろ？うん、大丈夫や。そっか。俺もまあまあいい線行ったと思うんだけどな。そう、よかった。二人とも合格したら一緒に通学しようや。あ、そうだな。この分だと二人とも合格間違いなしだ。おい、島野、前祝いに何かうまいもんでも食いに行こうぜ。そうやな。喧嘩みたいやな。ああ、そうか。
このガキや、うちの島内で出かけたら晒しよって。行ってこましたら、こら。ああ。してねえねえ。やるかすんか、ボケ。おい。やったべよ、おい。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 あれ、女だけから何したんだ。あら、あら。やがみ、手出したらあかんって。今手出したらあかん。な。もう、ええやろう。ほら、おっさん。余計な口出しすな。さあ、おい、済んだぞ。あたりおさん、ようやってくれたな。せやけど次の一発でこの皆川の玉取らなんだら、お前ら死ぬことになるで。皆川、皆川言うたら皆川清太郎やろ。何、どないした、撃たんかい。逃げろ。逃げてよ。皆川さんとおっしゃるんですか。そうや、何か。死に損なったよ。これがヤクザの喧嘩か。この皆川という男、どんな修羅場に立っても己の生きる道を知っている。この頃、暴力団による抗争は西に東に暗雲急を告げ、戦乱の様相を呈しつつあった。我が社も年度末を迎え、ここにおられる親会社の藤田社長からも生産性の向上により一層の努力をしてほしいとの強いご要請がございました。ついてはこれまでの交代制による残業を廃止し、これからは改めて従業員全員による残業体制を組むことといたしました。社員の皆様にはこれからも大いに頑張っていただいて、我が大倉工業発展のために大いに労働に励んでいただきたいのです。以上、よろしくお願いします。お願いします。問題、そうそう、スペースだけ確保してもらったらいいから。あ、ちょっと、行きます。こっちや、こっち。
かしあれだけ勉強してた島野が落ちて何もせなんだ裏紙が受かるとは世の中えらい皮肉なもんやのせやな。おい島野わよっぽどのアホちゃうかなあ。おいうせよ島野は風邪ひいてたわけだし俺が受かったのもたまたま運が良かっただけの話だ。分かっとるか。冗談の通じんやつもけったいなこっちゃな。悔しいのは分かるけど受験は来年もあるじゃないか。やつらの言ってることなんか気にすんな。うん、ほら元気出せよな。浦上あの郷土から来た吉川っちゅうのめっちゃ鬱陶しいな。なんや吉川一杯の作り始めたらしい。いいじゃねえか好きにやらしとけ。さあ仕事仕事。おされてんのか。頑張ろうぜ。大丈夫や。俺たち負け犬になったら終わりだ。松井に付き添いもつけんと。
それが会社のやり方ですか。見舞いはいつでもできる。我々が今やるべきことを忘れるな言うとるんや。仕事が忘れはいつでもできるわ。サブるんやったら給料からサビるぞ。言ってたろ。松井の賠償金どうしても出せまへん言うのか。己も従業員のくせしてわしらに両巻き垂れるんならやめてもええんやぞ。金の卵はまだまだそこいらにおるんやからな。やっちゃうなこのボケ。何やその手は。話さんかい。やめたしま。落ち着くよ。いいか落ち着け。今日の場は私に免じて。部長はわしら仲間同士支え合ってやってますね。それだけは分かってください。
所呀！アナイがどこにおられたら工場の機械動かせまへんで、いやそれに万一落ちよったらなんとかしとくんだよね。誰か登るんかい。ほら行かんかい。ほら誰か。おい田島、あっこ登って村上引きずり下ろすとこいや。はよ行かんかい。今回仕事にならへんやないか。田島決まるよ。おいしっかりせよ。お浦上、そういうことやったんか。協力させてもらうわ。おいどないなっすか。どないなっけ。あのガキ田島でも。よしか、頼むわ、行ってくれや。おいおい、そこどけ、どけどけ。社長、あそこ社長。 あんたも甘いこすったら、奴ら調子に乗りよって。一体どうしたんだ、部長。町に賠償金出せとねじ込んできたのを断った腹いせに。そうか、しかし彼らの言い分にも一理あるな。社長、お願いしますよ。社長、会社としても賠償金の件は何とかせねばならんだろう。しかし浦上君、私だ。聞こえるか。聞こえるな。君の言い分はよく分かった。松井君のご遺族にはできるだけのことはする。あ、約束するよ。だから早く、さあ早く、もう降りていらっしゃい。降りてきなさい。やったぞ、浦上。ありがとう、田島。おう松井、俺たちの気持ち受け取ってくれ。ケンジ、いつも仕送りありがとう。お前のおかげで私たち家族は幸せに暮らしています。ほんまありがとな。これからも体を大事にして頑張ってください。また手紙を書きます。吉川か。よく来たの。お待ち座れ。おまん、あこの工場いつまでいるつもりや。あらあなとこで一生懸命働いても先は見えとるんとちゃうか。なあ吉川、お前ほどの度胸があったらうちの首でも十分通用するで。わしな、大河氏に紹介しよう、そう思うちょるんよ。
考えてみや。わしに極道になれいうことですか。そういうこっちゃ。あらな油臭いところで一生終わるか。ごっつええもん食ってええ女抱いて、うん、豪華な車を運転しつけて乗り回すことはできるんやで。考えてみや。うん、わしは自分のやりたいように生きてるだけですから、今は裏紙を叩き出すことだけがわしの目的ですわ。裏紙？誰やそいつ。わし、やつにだけは負けとうないんですわ。兄貴。門限破りは厳罰やぞ。すまん、見逃してくれ。こないだ時間まで秀才が何やっとったんや。いや、わし知っとる。こいつ食堂の女とできとんのや。いや、僕らはそんな関係じゃ。ほんまか。己のようなナンパのやつがおるから松井の時のような事故が起こるんじゃ。遅刻かい。口を入れたぜ。すまん、勘弁してくれ。勘弁でけへん。ほら、立てや、このゆろぼけが。ほらよ。メガネ取れ。ほら、さっさとメガネ取れ。これは友情の無知やで。鏡によう言うとけ。わしらここに働きに来とんのじゃ。女の尻を追いかけ回す暇があったら残業せんかい。わかった。おはよう。おう、どうした島野。いや、ゆうべちょっと階段で。大丈夫か。うん、まあ。おい島野、大丈夫か。おい、行こうか。なんや、浦上。吉川、俺らここで働く仲間じゃねえか。なんで島野殴ったり、みんなと仲良くできねえんだ。仲良し小良しかい。何眠たいこと言うとんじゃ、このボケ。二度と仲間に手あげるな。お前がどうしてもやるって言うなら俺も黙ってねえぞ。何こら、四国の山猿、このわしに喧嘩売るんかい。おい吉川、わしが四国の山猿なら、おんどらは京都のシャモか。人を見たらコッコーとつつきとうなるんか、こら。なに？おう、受けたるやないか。こっち来んかい。浦上。まあ、なんとかなるやろ。うわっ！おお、喧嘩や喧嘩。おい、行くぞ。
やろうらうらうら村上くん、なんや村上つい遅れまして。すいません、早く吉川を密室の方に連れてっていただけますか。あなた、おい誰か、はい、早せ。ちょっと、おい無理して早せよ、ほら無理して村上しかし派手にやったもんやな。今度裏上の天下に決まったぞね。そやどんなつもりで吉川とやり合ったわけじゃねえや。俺は死んだ松井の件でよく分かった。金の卵と言われたって使い捨てはなら俺たちなりに会社に潰されねえようにしっかり団結して生きていかなきゃいけねえ。その通りや。それが吉川たちと別れてたら話にならんだろう。そのためにまず吉川を叩いた、それだけだ。せやけど会社の方は大丈夫やろか。その方が心配や。クビならクビでも構わねえ。村上、俺は思ったんだ。男っちゅうもんはここ一番って時に己の大事なもんかけてやらなきゃいけねえってな。あの目だ。何した？撃たんかい？俺らは会社に潰されねえように生きていくには団結しかねえぞ。俺はそのために首を覚悟で吉川と対決したんだ。まあこれまでにも確かに社員同士の小競り合いは何回かあった。しかし君、今回のような大きな喧嘩は前例のないことだ。一体どうするつもりなんだ。この際厳しい態度で臨んだ方が良いと思いますが。浦上をクビにするつもりですか、課長。その方がええのと違うかね、課長。社長、浦上の処置については私に任せてはもらえませんか。クビですか。私から社長と土井部長には進言しといた。二度とこんなことがないように頼んで。申し訳ありませんでした。ほら、まだ勤務中、職場に戻るな。はい、失礼します。浦上君、いよいよ学校が始まるな。おめでとう。はい、ありがとうございます。あんた、城南の生徒やろ。おう。乗れや。一日目から遅刻じゃシャレにならんやろ。橋田洋介や。昨日入学式であんたの顔見かけたわ。まあ、同窓生ってとこやな。そうか。すまねえな。ないんです。ないんです。メガネ君。あれ、なんでカバン大事に持ってんの？なんでもない。カバンなんか見せてみ。ちょっとお前あかんよ。なあ、カバン見せてみてお前これ。なんでもないですよ。これ。あ、財布あれやないの？お金あるやろだもん結構ら。この金は参考書買わないかんのでしょ。持っとるんかい。持っとるんかいこら。
はい、純ちゃん。おかんでいいな。おい、どないしたん。あそこでガサギ食べとるんでしょ。あっつあげかい。おい、おい、並んで、立って、並んで、並んで。はい、飛んで、飛んで。金持ってるやろ、飛んで、飛んで。はい、飛んで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 。金持ってるやろ、お前。お前ら来るぞ。すまへん。おい、カツアゲなんかやめえや。こらおっさん、あんまでかい面さらしとるとそん面もう一回膨らましてまうだよ。お前ら喧嘩運やったら酒見てやれよ。この裏側には語らへんのじゃ。せやかて。邪魔せ。こんどら分からへんのやったらな、このわしが相手やぞ。むちゃ言いなよ。分かったわ。分かったわ、滝沢。勝負はこれからやぞ。分かっとるわい。今回、おりゃ
わしもこれまでいろんな奴と渡り合うてきたけど、あんたみたいな男初めてや。おっしゃ、あんたほどの男やったら大丈夫や。なあ浦上、わしを射程にしてくれへんか。射程だと？おう、友達同士でいいじゃねえかよ。いや、わしはあんたに負けたんや。けじめはちゃんとつけなあかん。そりゃそうだけど、滝沢の方が学年が俺よりも上だし。学年のことは関係ない。要はあんたの力と人間性や。なあ頼むわ、わしはあんたの射程にしてくれ。頼むわ。困ったのは足だ。お前どう思う？どう思うって滝沢ほどの男は射程にしてくれって言うてんねや。何も困ることあれへんかな。そやな、この際からわしも浦上の射程になったろうかな。橋田、ほっしゃ決まりや。ほんだらわしと橋田兄弟分や。頼むで兄弟。こっちこそよろしく頼むわ。ほんでお前らどないすんねん。なん決まっとるかな。よろしゅう。兄貴、俺もほなよろしゅう頼みます。よろしゅう。こうして大倉工業だけでなく定時制高校においても浦上隆二を慕う男たちが次第にその結束を強めていった。純ちゃんもう帰ったよ。なんか用事でも出けたんやろか。何するの？サバ定食。サバ定一つ。うん、今のさ、きっとここにお参りに来ると思うてな。夕べからずっとここに？うん、ちょっと話があるんやけど付き合ってくれへんか。純ちゃん、私は島野さんにふさわしい女じゃないのよ。私のことなんか忘れて他の女を探してください。純ちゃん、よかったら僕と一緒に生きてってくれへんか。僕はまだ若いかもしれへんが、純ちゃんを好きになったんや。必ず幸せにしてみせる。嬉しい、でも私にはできんわ。なんでや、なんでやねん。私の顔見て、私の格好見てわかるでしょ。そんなん関係ない、関係ない。俺は純ちゃんが好きなんじゃ。島野さん、島野さん、泣いて、あんたちょうだいって。いや、あいつ言うたやろ。だからは
どうなんしょ。あ、島野かな。純ちゃん、純ちゃん、これ会社の弁当やけど、よかったら。ありがとう。島野さんにこんなことまで許してな。何言うとんのや、食べな。ありがとう。島野、何しとんの。小賀の兄貴、何ですの。頭はちいと話があるんやと。つけようてんやん。よ、おまん工場で働いとる浦上ってガキ潰したい言うとったの。へえ。実はの、昼は普通の食堂で働いていたんですが、夜になると居酒屋になって、私朝から晩まで働かされていたんです。わしらと一緒か。でも夜遅い時間になると別の目的で来るお客さんがいて、私お店閉めた後。もうええ。お店のおじさんが博打でヤクザに借金しとって、私にとっては父親代わりの恩人なんです。なあそれ。父親代わりにしちゃひどいことさせるな。そうやな。私がそうしたいって言い出したんです。でも島野さんと知り合うてつろうてもうでけへん。そうだったのか。つらかったろうな。せやから僕は純ちゃんを連れ出してここに。これからどうするつもりだ。富山に僕の実家があるんや。せやからひとまずそこへ。そやけどそのようなことしたらもう大阪には戻ってこられへんで。そやぞ。それでええんや。純ちゃんと一緒やったら。よし、俺たちが逃がしてやる。後のことは心配すんな。浦上くん。はい。すまねえな。もう大阪出た頃やろ。ああ、途中で電話する言ってたからもうじき帰ってくれ。うん、そやな。用があるんやったら入ったらええわな。浦上、吉川の兄貴が顔貸してくれ言うとるで。何やと。こんな時間にか。あんたときっちり片付けたいんやとは。何言うてんねんこら。用があるんやったら本人が来たらええんちゃうんかい。何も知るやんな。わし言われてわし言うただけじゃ。何止めたんだよ。何だ。もういい。俺がいかそれで済むんだろう。細川、すぐ行くって言っといてくれ。おい、浦上、今日こそ己潰したんで。あ
分かってる。好きにしろよ。おい、こら！わしらは山田組のもんや。あれ、よう兄弟分に下手らしてくれよったな。きっちり落とし前つけさせてもらうや、こら！何が落とし前だ。俺は吉川と差しで勝負しに来たんだ。あんたらにごちゃごちゃ言われる筋合いはねえ。それがあるんや。ああ、こいつはな、うちの商品なんやで。せらかぎ盗まれて黙っとったらわしの滅が立たんのじゃ。そやさかい、吉川にチート協力してもろたっちゅうわけや。卑怯だぞ吉川。卑怯？ほんとだ！喧嘩に卑怯もへったくれもあるか。あったらええんじゃ。うわっ、これは何かボケ、でボケくるな。どうしたこら、このクソガキ。何言ってくすっとじゃ、言ってくるせよ。甘く見たら命落とすで。ヤクザがなんぼのもんじゃい。島のわしらの仲間や。そいつが惚れた女が困ってるのをほっとけっかい。わしは命かけてあの三人守らしてもらうで。おざくなばのくたばりとこないが、わしがいてもうたぞ。やれるもんならやってみんかい。何やと。おうおう、大層なもん出して。お前みたいなチンピラに人がさせんのか。でかいチンピラ、出てこいや。かまへん。こんなやつ死んだ方が世の中のためや。そやろ島の。待てや。待てや。
の女のことは許したる。そういっかい死ぬってけん。本部だぜ。わしもかまそって生きとる国土や日本あれへん。よっしゃ。医者よ。時をしとろい。浦上。大丈夫か。兄貴。大丈夫か。大丈夫か。大丈夫か。あらだ。浦上君。お気に。だけどびっくりしたで。ほんまに浦上君相手さすのかと思って。すまんの。純子さんと幸せにな。わしの負けや堪忍してくれ。どうでもあんたの気の済むようにしてくれ。俺たちの喧嘩には最初から恨みつらみがあったわけじゃない。これから仲良くやってったらいいじゃねえか。勘弁してくれ浦上。わし皆があんまりあんたを慕うもんで、それが我慢できへんかったんや。それが羨ましゅうてわざと半目に回るような真似してもうたんや。それでこのざまや。もういい。浦上、わしをあんたの射程にしてくれ。吉川。うち、あんたのような男に初めて会った。あんたは大倉工業で好印しとるような男やない。あんたが将来何をやろうが、わしはついてくつもりや。頼む、射程にしてくれ。分かった。お前がそこまで言うんだったら。おおきに。浦上しかしは。ヤクザとの抗争というにはあまりにも小さな出来事に過ぎなかった。しかし浦上龍二の相手が誰であれ、己の信念のためには命を張るという任侠の心が、これを機にまた堅固なものとなり、またその志に惹かれ生涯を共にする仲間も確実にその数を増やしていったのである。